夏たちは、中華人民共和国の漫画家。中国南部の湖南省懐かし出身、石膏省杭州市在住。代表作は、杭州ンとも文化鍵発展有限講師のンともにて連載を行った、超加工。超加工は、周営者のウルトラジャンプでも日本語版が連載されていた。高校時代より漫画創作活動を行い、北京通り市場にて短編。 成長でデビュー。2003年に単行本、4月物語を発行。高校卒業後は、北京市でプロ漫画家としての活動を行い、数字で作品を発表し、北京通りにて連載した、米徳乱的新生が好評を博す。2007年より、マントモ雑誌社の可愛い百にて、古墳を掲載開始。同年、漫画家集団で、アニメ、 漫画制作会社のサマーに参加。2008年に、古墳の第3話、影で第5回金流賞最優秀少女漫画賞を受賞。2009年より2010年まで集英社の月刊誌、ウルトラジャンプにて、同作の日本語版を誰も知らない古墳語のタイトルで掲載。2011年より、マントモ雑誌社のマントモにて、長編歴史漫画、長家行を掲載開始。 2011年8月号より2016年3月号まで、集英社の月刊誌、ウルトラジャンプにて、同作の日本語版を掲載。超過業は2015年に、中国でのドラマ化が発表され、第12回金流賞中国漫画大賞を受賞するなど中国を代表する漫画となる。2016年12月に以前から、 夏天島工作室による契約上のトラブルの被害を受け続けていることと、その改善が見られないことを理由として、所属契約の更新を拒絶しその経緯を公表。トラブルの解決と辛、新労過労による体調不良の解消を図るために、超過業の連載を中断し、救済。2017年9月、自らのスタジオ、宅間工作室を新たに設立し、 超過業の前日単にあたる、周囲録を、快感漫画にて、連載開始。単行本雑誌掲載作品万域、夏満2009第6、届け金、大機会、万域誕生日ソース中国万毛コミック .gov、CN 夏シアダー夏、スケマサフミ、カズ万 17dm.com 第5回金流賞、ホームページアーカイブド2009年2月21日、 アットザウェイバックマシン、国、原漫画家夏加工年定、パク第十二回金流賞ホームページ、おさむいたるざと、我が受領。夏天、あら、高級洋費へしゃげ漫画犬成ミキ、洋子燃料収益者ヤングジャンプコミックス誰も、知らない古富豪ド道夏、漫画。ありがとうございます。